動画は最後まで見て高評価しないと月に変わって食べちゃうぞ。バズーカ砲青鬼、バズーカ砲青鬼、バズーカ砲青鬼は人間に会った時に頭のバズーカを向けてきます。そして中からブルーベリーを飛ばしてきます。その威力は絶大です。威力がすごいだけではなく、体にブルーベリーがつきます。このブルーベリーから果汁が地面に落ちます。この果汁のせいでどこに逃げたか分かってしまいます。もしロッカーの中に逃げたとしても、果汁のせいでどこにいるかバレてしまいます。しかし下を見ながらバズーカを撃つので、移動さえすれば簡単に避けることができます。お金大好き青鬼、お金大好き青鬼、お金大好き青鬼は常にアタッシュケースを持っています。その中にはお金がびっしり。なぜなら大好きすぎて食べちゃうからです。あまりにもいっぱい食べちゃうせいで、すぐにお金はなくなってしまいます。お金がなくなったら銀行強盗をします。店員さんにお金を出してもらって、その後店員さんを食べちゃいます。ただただお金が好きなだけで、人間も食べます。そしてその後この銀行でゆっくり生活します。お金がどんどん食べられてなくなっていくせいで、お金の代わりにパンの袋を止めとくやつがお金の代わりになりました。これ一つでうまい棒と一緒の価値があります。悟空青鬼、悟空青鬼、悟空青鬼は満月を見ると大猿青鬼に変身してしまうのです。尻尾を切っても元には戻りません。どこかの漫画とは違います。戻す方法はブルーベリーを食べさせます。すると大量のゲボを吐きながらどん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 小さくなっていきます。戻ってくれたのはいいですが、大量のゲボが残ってめちゃくちゃ臭いです。なので大猿青鬼にならないように月はあらかじめ壊しておきましょう。ヘロヘロくん青鬼、ヘロヘロくん青鬼、青鬼栽培キット、青鬼栽培キット、青鬼栽培キットの中にはブルーベリーとこんな容器が入っています。まずはこの容器に土を入れます。そこにブルーベリーを植えます。1週間ぐらい置いておくとブルーベリーから手が出てきます。そして10日ほどで青鬼が出てきます。あとは青鬼の動きを見て楽しみます。餌はミートボールを入れてあげましょう。でもこの時に指を食べられないように気をつけましょう。ほこり青鬼、ほこり青鬼、ほこり青鬼は何もしてこない、ただただ風に吹かれて飛んでいるだけの青鬼です。しかし部屋の角とかにたくさん溜まると、それが集合して青鬼になるのです。と言ってもそんなたくさん集まらないので、鼻くらいにしかなりません。人の言葉を話せてめちゃくちゃ頭いい青鬼、人の言葉を話せてめちゃくちゃ頭いい青鬼。頭がいいのでむやみに人間を追いかけたりはしません。話し合いをして逃がしてあげる代わりにお金を置いていかせます。これを続けてたくさんのお金を集めます。このお金をもとに会社を立ち上げます。ここで作るのが青天堂青っち、なんとめちゃくちゃでっかいゲーム機です。でもこのゲーム機、ゲーム機の中に入って遊ぶことができるのです。と言っても中に入ると待っているのはあの青鬼。頭がいいのでこうやって人間を食べていきます。山口メンバー青鬼、山口メンバー青鬼、未成年の女の子は気をつけてね。うなぎ青鬼、うなぎ青鬼、うなぎ青鬼は捕まえてもぬるっと逃げ出します。逃げなくても電気を出してくるので気をつけましょう。体が大きいけど風で飛んですぐ死んですぐ破れて超バカ青鬼、体が大きい、もう名前投げんな。これこの青鬼は体がこんなに大きいのに風ですぐ飛んでいってしまいます。そして頭から着地をする超バカなのですぐに死んでしまいます。そしてなぜか破れます。
さあ今回もたくさんのご応募ありがとうございます。今回採用されなかった方も次回頑張っていきましょう。さあそれではルールを守って応募の方お願いいたします。ルール1、1人1つまで。ルール2、名前アイコンを使っていい方。ルール3、下ネタはやめましょう。応募の期間は7月4日の19時まで。そして今回のキーワードはうんち。コメント欄にうんちと書いて自分の応募したい青鬼を書きましょう。それではたくさんのご応募お待ちしております。またお会いいたしましょう。さようなら。